皆さん、ろうそくの科学という本を知っていますか？最近注目された本ですね。イギリスの科学者マイケル・ファラデーの本です。ろうそくにまつわるさまざまな不思議について実験を見せながら行った講演をまとめたものでした。実はろうそくには科学がたくさん詰まっています。今日はその一部を紹介しましょう。ろうといっても実はいろんな種類があります。こちらが一般的な石油系のパラフィンを使ったもの、こちらがミツバチの巣から取れる蜜ろう、そしてこちらが植物を原料とする木ろう。こんな風にろうそくはいろんなろうを使って作ることができるんです。そもそもろうそくはなぜ消えることなく燃え続けるのか解説しましょう。ろうそくの芯に火をつけるとその熱によってろうが溶け上の部分にたまります。液体になったろうは芯によって吸い上げられ熱によって気化し燃え続けているんです。ここでもう一つ疑問が浮かびませんか？ではなぜ溶けたろうは重力に逆らって上に上がるのでしょうか？実はこの疑問についてファラデーは食塩を使った実験で検証しています。再現してみましょう。シャーレに食塩の塊が置いてあります。この食塩の下の部分に青いインクで色をつけた色水を垂らします。いきますよ。色水が上がっていく。食塩の上まで色がつきましたね。これは毛細管現象と呼ばれ食塩の細かい隙間を液体が上っていく現象です。ろうそくの芯でもこの毛細管現象が起きています。ろうそくの芯の繊維には細かい隙間がありろうが上に上り続けるため消えずに燃えるのです。ファラデーが講演を行ったろうそくの科学はまだまだたくさんの実験を行って解説しています。これからもどんどん紹介していきますよ。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピーエネ。